こんにちは、速塾の子でございます、まあブログのコンサルを続けてるわけなんですけども基本的にはねテクニックってのはあのー、大したことはないですどちらかというと書き続けて上手になることの方が王道なんですよですんで私のブログコンサルを当てにすることなく書き続けてほしいなと思います1000記事2000記事と書くのは多い方ではありませんえー、まあブログのね アクセスアップっていうのはですよでもね考えてもらいたいのは1000記事書ける人ってのはそもそもそんなに多くありませんから1000記事書くと圧倒的優位ですからねライティング技術も上がってますしブログを書くことにもう負担は感じなくなってると思います。という前提をもとにね今日の「ブログライティングテクニック」ですけどもブログの記事を書くときにその内容ですよね どうこうっていうのはまあね置いときましてちょっとした小賢しいテクニックを入れておきますそれはブログの記事の中に検索されやすいキーワードを入れておくってことになりますキーワードっていうのは例えばね芸能人の名前とか今の時期だったら北京五輪とかねこういったキーワードを埋め込んでおくとそこに検索が流動して記事全体が読まれるもしくはそのブログエントリーが検索にかかっていくってことになります 今の時期でしたら本当にね、あの、北京五輪の審判に対する不満とかがありますしね、それから国会も始まりましたんで、予算委員会とかね、こういったものがかなりエッジを立ててくるんじゃないかなと思います。うん。参議院選とかね、そういうのもあると思います第6波っていうキーワードもあるかもしれません。さあ、それではそのキーワード。 どういうふうに探していけばいいかってことが今日のコンサルになりますけども一番簡単な方法を一つだけお伝えするとツイッターですねツイッターのトレンド例えば今この瞬間は一番上にねえー、乃木坂46のオールナイトニッポンっていうのがありますねで木曜日だったら水曜日のダウンタウンっていう番組が検索されやすい日です要するに番組を見損なった人が YouTube で落ちてないかなって探すのが木曜日なんですよ ああいうふうな人気番組が放映された次の日にブログエントリーを書くときはそういった番組名とか番組に出ているえっ、ー、と浜田なんとかさんダウンタウンですかああいったキーワードを記事に入れながら書くってことも重要になってきますだからちょっとしたテクニックがいりますよ本来発信したい記事に不自然なくそういったキーワードを入れていくわけですからライティングテクニックが必要になってきます その他ねツイッターのトレンドでは「ぬいぐるみ持ち込み禁止」とかありますし YouTuber 光さんってのもあります、ね、うんその他そうですね芸能人有名人の名前をそのまま入れておくのもいいと思いますしオリンピック選手のね羽生結弦君の名前を入れておくのもいいと思いますし。 うん、それからウクライナっていうのもありますね緊張続くウクライナもうすぐウクライナで戦争が起きるというふうに言われてますで戦争がこれが二正面作戦っていって尖閣とウクライナ中国とロシアが同時に世界侵略を進めてくるっていうストーリーもあるんですよでそういった不安に対してそのキーワードで検索してる方も今多いですからそのキーワードを記事に埋め込みながら普段のテーマの記事をね不自然なく書いてくる。 っていうことをできるようになるととってもいいんじゃないかなと思います今日はその辺にしておきましょうかねそのキーワードを意識してただ自分の思いついた通りに文字を書くんじゃなくて文章を書くんじゃなくてこのキーワードを書くためにどのように自分の文章を形作っていこうかな UEI の原則で書いていこうかなっていうふうに考えながらしかも普段扱っているテーマこれもずらさないようにやっていくということでね、えー、ちょっとあれでしょ、ライティングっぽくなってきたでしょ まだまだあのテクニックはありますんでまだまだありますんでねあの全部のテクニックを入れたらそれこそトップランカーになります、はい、以上でございますあちなみに私もですねブログを書いて2週間でねトップ20ぐらいに入ることができるんですよ2週間でですよブログ書き始めてえそういったあのドキュメンタリーも実はね2016年ぐらいに FC2 っていう,無料,ブログを使う無料ブログを使ってやったことがありましてね まあ当時かなり、あのー、やっていた「ブログマスター60日」っていうね即果塾のコンテンツがあったんですけども結構売れたもんですけどもねあの時はね。はい、じゃ以上でございます頑張ってください。